はい、こんにちは、ココメです。今回はプラチナのプロユース171を紹介したいと思います。ということで、最近ラミーのスクリブルも 0.7mm になっているんですけど、そちらを使っていて、他にも 0.7 のシャーペンあるなということで見ていたら、まだこのプロユース171を紹介していなかったり、すごく高機能で紹介しがいがあるなと思ったので、今回紹介していきたいなと思います。ということで、名前のプロユース聞いたことあるかなと思うんですけど、このようにプラチナではプロユースというシリーズがいろんなシャーペン出ています。で、プロユースシリーズは製図用のシャーペンになっているんですけど、こちらの171も製図用のシャーペンとなっています。2017年に発売と割と最近出たシャーペンです。なのでか、すごい特徴がたくさんあるシャーペンとなっています。そんなこちら、まず芯が折れにくいセーフティースライド機構がついています。折れにくいシャーペンでおなじみのオレーヌシリーズと同じ機構がついています。で、その理由としてホームページに書いてあるんですけど、近年製図用シャーペンを一般筆記用として使う方が増加してきて、製図用の特徴としてペン先が見やすい低重心設計、滑りにくいグリップっていうのがあって、カチリとした書き心地が特徴です。安定感があるっていうことなのかなと思うんですけど、私もこういう理由があって製図用のシャーペンが好きです。ただ製図用のシャーペンには欠点があって、芯が折れやすいっていうことです。なので製図用シャーペンは一般筆記として使う方にも便利なセーフティースライド機構が搭載されました。セーフティースライド機構っていうのはクッション機構と同じように、このように筆圧を吸収してくれるので折れにくくなっています。ただこれだと製図用の安定感がなくなってしまうと思います。なのでシノーシステムっていうものも搭載されています。芯折れ防止機構をオンオフすることができます。グリップを回すことができます。中央にマークがあると思うんですけど、こっちから見て右に回すとオン、左に回すとオフと切り替えができるようになっています。製図用としても一般筆記としてもしっかり使える二通りのシャーペンになっています。そしてそれに加えてシノークシステムもう一つあって、ここの口金を回すことができて、このようにガイドパイプの長さを調節できるようになっています。一番長い状態だと約 4mm となっています。これも一般筆記用に関連したことなのかなと思うんですけど、自分好みに合わせた筆記感を得られるようになっています。ちなみに回してだんだんこう短くなっていくんですけど、全てガイドパイプを収納することができるので、ガイドパイプの折れを防げるようになっているので、これもね、安心だと思います。こうやって機構がたくさんついているとぐらつきとかが心配だなって思うんですけど、全然そういうこともなくって、本当安定感がありますね。ということで、こんな感じがプロユース171となっているんですけど、その他も話していきたいと思います。こちらは重めのシャーペンとなっていて 23g あります。結構ね、全体的に重めのシャーペンになっていて、ここプラスチックになっているんですけど、ここもなんか中身がこう詰まった感じになっていて、機構がたくさんあるからなのかなと思うんですけど、ただ製図用のシャーペンということで低めの重心になっています。で、ローレットグリップにもなっているんですけど、結構優しめだなと思います。金属に傷が斜めについただけで、一つ一つは平らになっているので優しめで、痛くなりにくいし滑りにくくもあるのかなと思います。太さはこのようになっていて、細すぎず太すぎずというちょうどいいんじゃないかなって思います。結構簡単に回すことができるんですけど、コード表示窓もついています。今ラインナップなんですけど、私が購入したのは 0.7mm となっていて、軸はブラックです。芯形によって色が違います。芯形は 0.3、0.5、0.7、0.9 の4つがあって、写真載せられないんですけど、 0.3 の場合はシルバー、 0.5 の場合はブルー、 0.7 の場合はブラック、 0.9 の場合はホワイトとなっています。
私はブラックがいいなと思ったので 0.7 を購入したんですけど、 0.7 は速筋系とかにいいんじゃないかなと思います。ちなみに 0.5 とはまあ変わらないっちゃ変わらないんですけど、肩ベリすると結構太さが目立つなという感じになっているかな。ということでこちらは値段1500円となっています、プロユース1500と同じ値段ですね。ということで書き心地もいいんじゃないかなって思います。ということで今回はプラチナのプロユース171を紹介してみました。すごく多機能で書きやすいのでおすすめできるなって思います。ぜひ気になった方はチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では